ホームランバーあたり？うん。どれどれどれ？書いてあるよ。書いてある？書いてなかったらね。見えないじゃん。見て書いてある。あ、本当？当たり？何枚の？当たり。当たり何枚の？後ろのやつがね、1ポイント、3ポイント、2ポイントがあるんだよ。うん、あ、そう。それ何ポイント？それ何ポイント？それ何？小サッカー味？いや違う、いちご味。違う違う。ホームランバーあたり？うん。どれどれどれ？書いてあるよ。書いてある？書いてなかったらね。見えないじゃん。見て書いてある。ということで皆さんで。またいちごバーあたり。いちごバーあたりやって。書かないといけないんだよね。ということですって。僕は何言って？僕は言いました。僕は何？絶対最後も外れやろ、絶対。僕はシュークリームアイス。僕はシュークリーム。お手、当たりましょう。お手はお手。お手、あれ？お手してください、お手。お手、これお手。はい、はい、どうぞ。僕はシュークリーム。シュークリーム。僕はシュークリームもらった。冷えてる。冷たくてここに置いてあるの？ちょ冷たいからここに置いておくの。ちょっとね、ゆっくり食べるんだもんね。冷たいから置いておくの。あ、冷たい冷たい。おい、冷たい冷たい。食べちゃう。必ずこの太もも食べる。みんな食べたって。出すよ、一回。あ、冷たい。あ、冷たい冷たい。あ、冷たい冷たい冷たい。冷たい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 。結局、こんないっぱい当たり持ってんの？今、13個。13個も当たり持ってたの？うん。さすが駄菓子屋ばっかり行ってる人たち。駄菓子屋じゃないよ。どこだよ。え、俺が…え、スーパーで買った。スーパー。スーパーか。パン屋スーパー。姫子、本当に買ったの？うん、見えたよ、もう。あ、バニラバーナ欲しいって言ってたけど。あっか。ママがね、取ったよ。ちゃん食べてんの？はい。あ、何？あ、そっちのやついっちゃったよ。こっちはこっち？こっちがいいの？すごいよね。こっちがなくなったら、なくなったらじゃん。ほら、こんなに。じゃあ。誰も食って。マックと違ってすぐなくなるよ、これ。こっちは早いね。早い。うん、なんか書いてあるね。